どうもはい、続けてレビューなんですけど、昨日このワイヤレス充電、はい、買いました。はい、ワイヤレス充電、もう iPhone 8に変えたんですけど、ワイヤレス充電ができると、もうやってみたいなと思って、秋葉のヨドバシ行って、僕は1時間悩んだんですよ。なぜならば種類めっちゃあるんですね。まあ、20個ぐらいあるんですよ、いろいろと。まあ、20個盛りすぎた、すいません、10何個ぐらいあるんですけど、どれがいいかなと思って全部こう置いて、置いて全部やった結果、これ選びました。じゃあなんで僕がこのワイヤレス充電の、これ3500円ぐらいだったんですけど、4000円ぐらいかな、すいません、4000円ぐらいだったかも。なんでこれを選んだのか、その選んだポイントをちょっとね、いっぱいありますから今ワイヤレス充電で、なんでこれ選んだのかというと、これポイントなんです。これね、まずめちゃくちゃ、まずこれ軽いです、めちゃくちゃ軽いで、まあいろんな台があったんですけど、ここのねゴムが滑り止めがちゃんと、滑り止めちゃんと効くんですよ。でほとんどの人は、まあデザインとかもあって、のなんかこう置くと滑っちゃうんですよ、スーみたいな、スーみたいな。だけどこれちゃんとこの滑り止めがちゃんとあるんですね。であとポイントとしては、ここの LED があるんですけど、3つ、充電するとこの LED が光って分かりやすいです。今充電してますよっていうところで、ここが光るんですよ、色が変わります、ここが3つ。だからこれが、他のやつ見るとこんなちっちゃい、こんなちっちゃいやつが光ったりとかして分かりづらいんですよ。これ分かりやすい、充電してますよっていう。でしかも軽い、これ軽いし、めっちゃ軽いですよこれ。うん、だからこのワイヤレス充電何選べばいいかなっていう方は、これ滑り止めもしっかりついて、カチって結構止まるんですよ、結構カチって止まります。あ、これね、いいっすよ。だから今いろんな種類ありますけれども、これいいんじゃないかな、これ。ああ、大丈夫大丈夫、なんか宇宙船みたいじゃないですかこれ。そう、これなんかどうですか、これいいんじゃないですか、こう、これいいと思います。あとホワイト版も、ホワイトもあります、ホワイトもあるんですけど、僕は黒を選びました。はい、スマートフォンを置くだけで簡単充電、ワイヤレス充電器。はい、こちらも、この YouTube の下に Amazon、リンク載せておきますので、興味ある方は見てみてください。これほんと軽いし、ここの滑り止めがめちゃくちゃちゃんとしっかりと滑り止めしてくれるんで、滑らない、うん、であと軽い、持ち運びも全然余裕でできます。で昨日の夜、実際に僕ね、今ちょっと iPhone8 で撮ってるんでできないですけど、実際に充電してみて思ったことが、これねめっちゃいいです。要は、まあ、寝るときにですよ、寝るときに、まあ大体今多分おそらくなんですけど、寝るときに iPhone 片手にこうちょっとなんか Facebook 見たりとか、まあ僕は Instagram もちょっと見たりとかするんですけど、寝る前にインスタチェックみたいな、で、あーちょっとチェック、あ疲れたなっつって、あ疲れたなってなんかパタッて置いて寝るじゃないですかね。でそのパタッて置くときに、寝るときに朝起きたら充電ないみたいな、大丈夫、寝るときにあーパタッ置くだけで朝マックス充電です。これ良くないですか、寝るときにこうやって、あ眠いって置いて朝起きたらマックス充電。でもこれがね、ワイヤレスじゃない場合は、あーちょっとね眠くなってきたな、あカチャカチャ、あ充電器どこだったっけ、あれみたいな、あーしあーみたいな、その手間がない、わかります。だからその僕が鹿児島の事務所でこれね置こうと思うんですけど、その布団の隣にこれ置いといて、で、まあ、眠くなったらピーみたいな、これいいっすよ、ワイヤレス充電。ワイヤレス電気開発したやつ誰だっけな、ちょっと名前忘れました。ワイヤレス充電開発したやつ誰だっけな、あのワイヤレス都市伝説によく出てくる人、都市伝説によく出てくる人誰だっけ、ワイヤレス充電、都市伝説は関じゃなくて、関さん、ハローバイバイ、そう、関さんじゃなくて、あのもうなんだっけ、ワイヤレス充電のワイヤレスで電気飛ばす誰だっけな、ジャパニーズ、あの、まあ、結構もうかなり昔の人、ワイヤレスでも充電と、あの電気飛ばせるよっていう、結構もう有名な人、名前なんだっけ、ニコラス、ちょっとニコラスで検索、ニコラスだったっけ、ニコラスケージ違う、ニコラスじゃなかった、コイル、ニコラスワイヤレスで、ワイヤレスでなんかそのニコラテスラ、あ、ね、ニコラステラ、ニコラテスラだ、ニコラテスラ
そうワイヤレスで送電できるっていうのがこれ1100年前にね、ニコラステスラ、テスラか、ニコラテスラ、ニコラテスラがね、100年前にもう考えてたっていう、その研究結、その研究結果は全て没収されたと。そうっていうね、この都市伝説ね、ニコラテスラ、これ火星と更新してたんじゃないかと。そうニコラテスラ、そうニコラテスラですよ。ワイヤレス充電、ワイヤレスで電気飛ばす、これ100年前にすでにニコラスね、ニコラちょっと言えないな、ニコラ、ニコラテスラ、ニコラテスラがすでに100年前に電気を飛ばすっていうのをもう開発してた。で今100年後、なんと3000円か4000円でこのニコラ、このワイヤレス送電ね、あの体験できると。いやでもすごいですね、ニコラ、ニコラもうニコラスケージいいじゃないですかニコラスケージすごいですね。いやこれもう文明の発達ですね。すごい、置くだけで充電ですよ。神じゃないですか、すげえな。置くだけでそう置くだけで、はい。でも置いても滑っちゃうとね、これダメなんで。置いても、僕の話もいつも滑ってますけど、やっぱね iPhone はちょっと滑らないようにしとかないと。これほんといいっすよ、バッチリ。ちょちょちょ、 iPhone なんかある？え、これ止まってんのかな。あ、取れる、うん、これね、ほんとね、そのパチって止まるんですよ。まあ、ちょっとすいません、僕 iPhone 使っちゃってるんで、ちょっと。よし、これで、このゴム。よし。ちょ案外滑る。あ、おー。結構、わかります。まあ、ここら辺までいったらちょっと滑ってきますけど、まあ、結構滑りますよね。あ、滑んねえ。結構止まりますよね。わかります？この言いたいの。ちょっとまあ、大体まあちょっと、うん、難しい。だから例えば僕ね十何個見たんですよ。でもなんかデザインを良くしてスベスベなんですよ。なんかオシャンティーな感じで滑るんですよ。これ滑んな、なこう走って、これ滑んなくない？ああ、全然大丈夫ですよ。全然滑んない。そうあざす。いいでこれいいっすよ、滑んな、うん、それこのケースのまま置いてもいけない？まあ、いけないことはないですね。うん、いけな、まあ、ガッチリ止まります、うん。これ結構いいっす。すごい結構強力なゴムだった、うん。うん、結構ゴムがちゃんとしっかりしてる。でもこれ本当見て、秋葉のヨドバシ来てよさ。秋葉のヨドバシ来ると、そのスマホのエリアに十何個これ置いてあるんですよ。僕ね全部置きましたから。しかもその3ターンぐらいしましたからね。わかります。3ターンしてますから。いや4ターンした。いや5ターンした。5ターンしてまた向こうの売り場行ってまたワンターンぐらいしてこれに決めましたから、僕のかけた時間、はい。もし僕ですね、吉田の嘘だろう言うてんだったら秋葉のヨドバシ来て自分で5ターンぐらいしてみてください。これが絶対滑りますから本当に。これが一番滑らなかったです。しかもちっちゃくて軽量で持ち運びよくて、あとここの電気ですね、ここの電気もポイントです。充電してるっていうのが1個2個3個これ3個でちゃんとこの置くと充電してますよみたいになるんで、これいいっす、これね、はい。では終わります。この YouTube の下にリンク入れておきますので、ワイヤレス充電 iPhone8 から、iPhone8 プラスとか、ワイヤレス充電が対応してる機種に関してはこれをぜひ、おすすめです。ではこれ YouTube の下にね載せておきますから、終わります。